するか。やれやれ、氏康はやはり出てこんか。兵たちに盛んに挑発させてはおりますが。北条の臆病者どもめ、かくなる上は正面からしろ。愚策ですね。若造が謙信公でさえ落とせなかった献上を力攻めなど、兵にどれだけの被害が出るか。若殿まで何と弱腰だ。ここが踏ん張りどころで。潮時かの親方様、立ち退きに際しては城の周りに火を放ちましょう。我らの撤退を見れば挑発も少しは効くかね。少しでも釣り出して叩ければいいのじゃが。すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。なれど、北条の警戒も厳重、兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち、道を開きましょう。まさか武田の。スクイ城は海への進路も途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。
故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。騒がしい、何事だ。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。急げ。武田の将だ。皆の者出会え。すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ、なれど北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち道を開きましょう。武田の将だ。皆の者出会え。すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ、なれど北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち道を開きましょう。くせ者？まさか武田の。福井城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危ない。海を疲れることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。敵将を討ち取ったり。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい、何事だ。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば本狂わに抜けられるはずですね。
ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、正幸。戦果もなく引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦の意味とは一体。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回って本狂わを目指してくれ。おい、こちらにクセ者がいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶だ。配置替えの時間だな。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。子犬に紛れ込んだか。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。悪いが、そこには忍びを潜ませた。やれ。誰だ。まずはクルワから見回るか。開門。勝頼様のお金で本クルに入る。だが、ヤツを倒さねば引かせてはくれぬだろう。遊ぼう。勝利条件
見えているぞ。敗北条件変更。タケルの希望を見ない聖壁、ここで壊しておくのに強化。なんだ、もののけ。いや、これが北条の風魔か。敵将を討ち取ったり。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。正幸、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで十分です。上杉、そういえば北条は上杉と結んだのだったな。はい、されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し、我らの力を見せておくべきですが。北条の御詰めであった北条氏輝らがこちらに迫っておるようでございますぞ。思いのほかたくさん釣れちゃったみたいだね。何をのんきな。ここは急ぎ撤退を。ここは軍を二手に分けましょう。貴様何を申しておる。策を申し上げております。別動隊で志田峠を迂回し敵の背後を突きます。奇襲してきた部隊をさらに奇襲するわけじゃな。面白いが、別動隊にあまり兵は避けぬよ。無論です。大部隊で動いては敵に悟られる。ごく少数の兵を率いて私が当たります。
バカな、大軍に囲まれようとしておるのに軍を分けるなど。正幸が奇襲を成功させるまで持ちこたえればいいだけのことだ。若殿。父上、正幸の策に任せましょう。策がなるまで本陣は私が必ず守り抜いてみせます。よかろう、頼んだよ正幸。はは、ブーンを祈るぞ、マサユ。は、勝頼様。すでに勝ちは見えておる。軍略比べと参りましょう。北条の背後を取った。だが策はこれからだ。東に向かい味方を呼び込む砦を確保するぞ。わしの活躍をご覧あれ。あの砦すぐに落としてみせますぞ。頼もしいのはないけど、だが気負いすぎる。なぜ背後に敵が。だが所詮は小勢、食い止めよう。砦を落とすのに時はかけられ、揺さぶりをかけるぜ。武田の忍びが砦の中に。北条軍の範囲の警戒が薄かった。津久井城からの兵がいないおかげだ。武田軍に追いついたらね。お父様や氏政も到着するまで抑えなきゃ。親方様を待つまでもありませぬぞ姫様。この綱重が武田ごとき突き崩してくれる。させるものか。我こそは武田四郎勝頼。本陣は私が守り抜いてみせる。私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。そのお心に報いねば。勝頼様、正幸に頼まれて参りました。音もつかまつります。ありがたい、感謝するぞ。まったく気の回るやつだ。開門。よし、次はあの砦だ。武田が兵を分けて奇襲に及ぶとは。だが不意をつかれようとここ
は落とさせぬ。敗北。なかなかやるではないか。敵将討ち取った。小田原城に手も足も出せず逃げ出したくせにしぶとい。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。そう知らぬ顔してやるじゃないですか。見えているぞ。あとはあの砦のみか。ナイキはうまくやっているだろうか。わか、わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。開門。これで砦の確保は完了だな。ナイキ、大事ないか。やはり大したお手だ。どんどん盗ませてもらいます。軍略は競い合ってこそだ。お前の策も楽しみにしてだろう。マサユキ、全ては勝ってから。そうではないか。おっしゃる通りです。これは一本取られましたね。たまにはな。さあ行こうか。敵将討ち取った。なんとあの地王八幡を破るとは。さすが北条切手の猛将、手ごわかった。だがこれで正幸の策が。しおり、見事な働きじゃ。そろそろわしにも見せ場をもらおうかね。はい父上、参りましょう。親方様が動かれたか。もう少しで強烈になる。宇治康が来ればまた戦況が動く。今のうちに探らせておくとしよう。綱重殿が倒されるなんて。宇治照たちや備えの部隊を動かさないと。悪いが弟殿たちは撃たせてもらった。方々、参りましょう。武田軍が背後に回り込んでいる。これじゃ攻撃されてしまうの。姫様は私が守る。開門。宇治アスラ北条軍本隊、まもなく到着の模様。やれやれ、せっかちじゃねえ宇治アスは。不働きなど自慢にならぬ。僕には引いてみせねばならん。見えている。関東を荒らす奴は誰だって許さない。親方様に代わってぶっ飛ばす。これほどの猛将が北条にいたか。しかも姫だと。よし、さっさと片付けて帰んぞ。
の武勇、あやかりたい。お早いよ、月で。もてなしの準備が間に余るとこじゃったよ。スターやるか。だが次はどうだ。無働きなど自慢にならん。見えている。なんだあの武勇、クマか。無働きなど自慢にならん。王城をコケにされたままでいられるか。信玄、覚悟。親方様の王道、何者にも阻ませはせぬ。無働きなど自慢にならぬ。なんという無様な。そちらの顔してやるじゃないですか。働きなど自慢にならぬ。力を呼ばずか、情けない。働きなど自慢にならぬ。まだ負けてはおらぬ。など自慢にならぬ。てめえらの覚悟見せてもらおうか。開門。ここまではたやすい。敗走。ここまで押し込まれるとは。敵将、討ち取ったり。
その家を散々荒らした上にこの狼藉、行儀が悪いと思わない？面目は田舎者にも許され。本当に期待を裏切らないな。しようか。見事な働きだったな、マサユキ。勝頼様が持ちこたえてくれたからこそです。勝頼様が私を信じてくれたからこそ。お前を信じるなど当たり前のこと。褒められるようなことは何もしていないぞ。勝頼様、お前がいてくれれば私も跡取りとして立っていられる。これからもどうか私の力になってくれ。それも当たり前のことです。二人とも実によくやってくれたね。親方様、恐れ入ります。若い者たちがこうして活躍してくれる。わしもいつ隠居しちゃっても大丈夫じゃね。小正談は父上あってこその武田軍ですぞ。若造どもが調子に乗りよって。
第三章因縁。武田の快進撃と時を同じくして京周辺では織田信長がその勢力を拡大させていた。信長は前将軍の弟足利義昭を奉じて上洛すると、瞬く間に他大名を従え畿内の覇権を手中にする。信長の動きを危険視した信玄はついに上洛を決意。京に武田の旗を立てんと兵を起こした。信玄に従い出陣した正幸はそこで生涯の敵と出会うこととなる。
正幸様。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。これは正幸様。忙しい忙しい。
大きな戦が始まるのですか。そうだ、親方様がついに上洛を決意なされた。上洛？武田がついに天下を取るということだ。すごい、雪村も出陣して父上のお役に心強いが、それさようです。頼みとしている。今は鍛錬に励め。はい、武芸の修行は怠りません。雪村は筋がいい。私などじきにかなわなくなりそうです。そんなことはありません。学問では兄上に到底及びませんし。互いに補い助け合えばよい。はい。Oh.
いいな。早すぎると言われてしまいました。まあまあ、それは武田が天下を取る大戦が始まると聞きました。雪村もお家のために働きたいのです。心がけは立派です、雪村。けれど身の丈に合わぬことを望ん、私ではお役に立てないのですか。みんなできることをすればいいのです。今はいろいろな方のお話を聞いて力を養いなさい。はい、姉上。一日も早くお家の役に立てるよう励みます。良い子ですね、雪村は。いずれきっとあなたにもできることが、いえ、あなたにしかできないことが訪れますよ。はい、姉上。必ず姉上のこともお守りしてみせます。おいでくださいました。勝頼様、こんにちは。おう、信行、雪村。変わらず鍛錬に励んでいるか。はい、またお手合わせください。雪村。お前たち、勝頼様は遊びに来られているのではないぞ。はい、申し訳ありません。いや、気にすることはないぞ。実は遊びに来ているの。そうなのですか。嬉しいです。勝頼様。良いではないか。友とその子らと遊びに来てもなあ、お前たち。そのようなことを申されて子らが増長しては困ります。聞いたか。照れておるのだぞ、お前たちの父子は。そうなのです。もういいから向こうに行っていなさい。はい、失礼いたします。さあ、雪村。勝頼様、失礼いたします。お、また後でな。まこと勘弁していただきたい。そう言うな。子供の笑顔というのは、実に父上が天下を取り乱世を終わらせてくれれば、こうしてただ子らと心置きなく遊んでいられる。勝頼様、いよいよだな、正幸。はい、親方様と共に上洛を成し遂げ、天下に武田の旗を。
すでに勝ちは見えておる。先行しすぎておらんだ。なんと武田軍がもはやここまで。ひるむな。敵の戦闘を突き崩せ。しまった。備えを怠るとうかつな。体勢を立て直すまで救援願いたい。武田の動きがこうまで早い。ここで無理に押すべきではなかろう。よい、体勢を整えぬままの将軍戦ではやがて我が方に不利となる。さすがは武田軍、立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。今度はお引きあれ。な、何があろうと殿をお守りせよ。妥当な判断だが、家康はここで打っておきたいところだ。どれ、このままうめうめと引き下がれようか。せい、救援行く。見えている。押されておる。ここまではたやすい。そう知らぬ顔してやるじゃないですか。我ら武田を阻む壁とならん。軍が一丸となってここを守るのだ。開門。蹴散らして進むしかあるまいが、相手のようじゃねえ。兵の端々まで士気が高い。家康とはそれほどの勝負か。ここまではたやすい。忠節は買うが、まともに相手は士気だ。早々に終わらせるぞ。武田の底力か。ひるんでなるものか。これより撤退する。みんなすまぬ。申し訳ございません、親方様。家康めが逃げられてございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ家康の後を追うよ。殿を送り届けたら直ちに戻る。皆、それまで持ちこたえよ。見えている。出過ぎだぞ。調してくれませんかね。片付いたようじゃね。では進軍を再開しようか。総大将さえ押し取ればよい。行け。そ
任せておけ。間に合ったようだな。ドンピシャですな。さすがは若。親方様は必ずお守りしますぞ。影の動きを読むか。この手の工場にも飽き飽きした。早々に型をつけさせてもらうぜ。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御為とあらば命など惜しむものではない。者どもよ、徳川の心意気見よや。この連中は僕を抜かれてはこの御身に危険が。我が身がそうなろうと断じて通さぬ。さすがは武田、ここまで。だがこれ以上は進ませぬ。三河武士とは無粋なことである。一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻るか。天下無双とは大御のことだ。さて、大詰めじゃが。開門！そこまでだ。この本田兵たちある限り、殿のもとへは断じて行かせぬ。やれやれ、やぶをつついたら蛇どころか鬼が出てきた。氷条件変更！ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。やれやれ、さすがにうんざりしてきちゃった。見えてるけど、お財布など無用。正面からかかってまいれ。ここまではたやすい。家康には逃げられたか。
とんだ骨折りじゃったね。されど武田の部位を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。